はい、みなさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、悲しい BF シリーズが衰退してしまった4つの理由ということで、まあ、今回はなぜね、BF シリーズが衰退したのか、まあ、その原因、理由についてね、お話していきたい、考えていきたいなというふうに思います。で、まず第一に言えるのがね、マニア受け路線へと進んだからっていう、まあ、それですね、マニア受けっていう部分で、マニア受けがね、代表されるのは BF5 と BF1。まあ、この2つだと思うんですが、とにかくこの2つの作品はですね、マニアックな武器がたくさん登場したと。まあ、例えば BF5 で言うと、クラグ夜厳選ライフルとか、まあ、あとは BF1 で言うと、ジェネラルリューのライフルとかね、まあ、そんな感じで、何それみたいな、普通の人からすると何それみたいな、まあ、そんな感じの銃がたくさん登場してですね、まあ、作品全体の雰囲気もマニアックだなっていう、まあ、そんな感じになりましたし、まあ、そもそもですね、BF1 なんて、まあ、作品のテーマ自体が、まあ、第一次世界大戦ということで、舞台、題材そのものが大変マニアックという、まあ、そんな感じでしたし、まあ、なんていうんですかね、昔から FPS の業界っていうのは、まあ、第二次世界大戦以降、まあ、第二次世界大戦、現代戦、まあ、SF、まあ、大体どれかに収まるみたいな、まあ、そんなもんで、第一次世界大戦を描くなんていうのは、まあ、とてもこう、挑戦的、チャレンジングなことだったっていう、まあ、そんな感じなんですが、まあ、結果マニアックだなっていう風になるって、まあ、そういう部分もありますし、まあ、BF5 もですね、まあ、第二次世界大戦という、まあ、題材自体はそんなにとてつもなくマニアックかっていうと、まあ、そうでもないですけど、まあ、第二次世界大戦の中でも比較的マイナーな、オランダとか、北アフリカ、フランスら辺から始めて、まあ、なんていうのかな。まあ、これは開発のスケジュールというか、まあ、開発の計画自体が、まあ、BF5 については第二次世界大戦の時系列通り、まあ、行くぜみたいな、海戦からやって、で、だんだんね、まあ、戦局が変わって、ドイツとか日本が負けて終わるみたいな、まあ、そんな感じで時系列順で行くぜみたいな、まあ、そんな感じだったので、まあ、そういう風になったんですが、逆に言うと、まあ、時系列順にしたせいで、第二次世界大戦を象徴するような、わかりやすく言えば、まあ、よく映画のネタになっているような舞台ですよね、要はね。まあ、具体的に言えば、日本人とかアメリカ人にとっての、まあ、太平洋戦線に硫黄島とかソロモン諸島みたいな、まあ、そういう激戦があったらしいみたいな、まあ、そういう風になんとなく名前ぐらいは知ってるよね、みたいな、まあ、そういう部分のね、話だったりとか、まあ、ヨーロッパ的に言えばね、まあ、ベルリンの陥落みたいな、もうナチス追い込まれて、もうなんかベルリン陥落するぜみたいな、まあ、そういう話とかっていうのは後回しになったって、まあ、そういうことですね。まあ、だからこそ、ベタなネタが後回しにされたっていう、まあそういうことなんですよね、要はね。まあベタなネタを後回しにして、で、なんていうんですかね、時系列順に話を進めていくっていうもの、こういう方法もありなのかもしれませんが、まあ、競合作品から見るとあんまりなしだったらしいよっていう、まあそんな感じで、まあ、例えば COD で言うと、まあ有名な銃がもともとあって、で、だんだんマニアックな武器がね、追加されていくっていう、まあそういう傾向がありますし、まあ COD の場合ね、まあそんな感じですし、まあ CG、レインボーシックス CG で言うと、まあレインボーシックス CG については、なんか、まあ開発計画はどうなってたかなんとも言えないですけど、まあもともと超有名な特殊部隊、イギリスの SAS とか、まあアメリカの FBI SWAT とかね、まあそんな感じで、まあめちゃくちゃ有名な特殊部隊からスタートして、まあだんだんマイナーなね、マニアックなやつを足していったっていう、まあそんな感じで、まあ結構成功してるっていう、まあそんな風になってますし、まあこういう COD とか CG の、まあ、成功のやり方というか、まあなんかなんていうんですかね、開発の仕方を見る限り、まあとりあえず有名なネタ、まあ有名なやつ、まあベタなネタを最初にぶちかまして、だんだんネタ切れにありながらもマニアックなやつ足していくっていう方が無難らしいっていう。まあそんな感じで、まあ、BF はそれの、まあ、やり方をパクらなかったというか、まあ、そうはしなかった。結果、微妙っていう、なんかそんな印象になったって、マニアックだなっていう。まあもちろんマニアックなことが嬉しい人もいますけど、まあ何も知らない、まあ普通の人っていう言い方もあれですが、まあそういう人は、まあ、やってなかったっていうね、まあそんな感じかなというふうに思います。で、次はですね、ポリコレ路線へと進んだからってやつですね。まあこれは BF1 ぐらいのね、時期からね、まあそういう感じでしたが、まあなんかこう、まあなんていうのかな、BF1 っていうか、まあそもそも BF 自体が、まあ比較的こう、まあ最近の BF5 とか特にそういう傾向ありますが、なんかノリとしては、なんかリアルな戦場を描くぜみたいな、まあそんな感じのノリだったくせに、なんかいきなりですね、まあトレーラーみたいので、まあ義手の女性兵士が登場して、まあクリケットのバットで敵ぶん殴ってなんか殴り飛ばすみたいな。いや、そんなことあり得るかっていうね。まあ義手の女性兵士いるか普通って。義手の人ですら珍しい。女性兵士も超珍しい。クリケットのバットでぶん殴るもっとあり得ない。もう何が起きてるのっていう、まあそんな感じでね、世界中の人がほやって思いましたし、まあこう、なんていうんですかね、僕ら日本人にわかりやすいポイントで言うと、まあ日本人かどうかわかんないですよ、みんなが。まあそれはさておき、まあ旧大日本帝国のね、まあ帝国陸軍の空挺部隊にですね、まあ女性兵士が登場するとかね、ありえるかっていうね、そんな、ありえるか、第二次世界大戦のお前、日本にお前、女性をお前兵士にして、で、しかも空挺部隊なんかに入れるか普通っていう、まあそういう感じになるので、いや、どこがどうリアルなのっていう。
まあそういう話で、まあなんていうんですかね、まあもちろんね、大人の事情でね、女性兵士を出したいっていうのもわかりますけど、まあそういう変なポリコレ路線に進んだ結果、まあそのなんていうのかな、特別すげえクレームを言うわけじゃない、まあそんななんていうんですかね、正式に申し入れとかをするわけでもなく、普通に遊んでる、まあ高校生、大学生、まあ高校生 PF やっていい対象年齢かなとも言えない気がしますけど、まあそういった時、まあそういう人たちは、うん、なんか違くねっていう、うん、なんか違くね、まあ別にそんなクレームを言うことでもない、まあ確かに大人の事情で女性兵士を出したいのもわかる、それもそうだけど、なんか違くねってなったユーザーも多いっていう、まあそういうふうに思います。まあそういう部分もまあじゃあ、うん、なんか違うしいっかってなったっていう、まあそういうことですね。まあリアルさみたいなね、まあリアル感みたいなのを逆に言うと、まあそういうのを求めてた人は、うん、どうかなっていうふうになった、まあそんなふうに、まあ、なったのかなというふうに思います。で次、まあそんなねポリコレ路線とかマニアックだって話もありますが、次はですね、まあ旧態依然的すぎるっていう、まあそういう話ですね。いつまで昔のことやってんのっていう、まあそのなんていうのかな、いつまで変わらないのっていう、もうそういうことですね。まあまずですね、まあこの話を、振り返る前はですね、一応少し FPS 業界の最近の体感、まあ最近でここ数年の流れみたいなのをね、少し見ておきたいんですが、まあ PUBG が登場して以降、まあバトロワがね、登場して以降、結構なバトラーブームですよね。PUBG もそうだし、フォートナイト、Apex、まあこんな感じで、まあ結構なバトラーブームで、まあ、昔に比べればね、なんていうのかな、PUBG のモバイルとかが出た時みたいなバーンって感じかというと、まあ今はまあそうでもない。まあある程度衰退傾向かなというふうには思いますが、まあそうは言っても、今もなんだかんだ言って、まだそのブームはね、残ってると思うんですけど、BF5 の開発に関して言えば、まあなんていうんですかね、BF5 の開発されてた時期っていうのは、もっとバトロワが今より流行ってたっていうことで、まあバトロワの開発っていうのはどう考えても重要なポイントだったんですけど、まあ結果的にですね、BF はですね、なんかキャンペーンとか起こったせいでですね、バトロワの開発は結構後回しにされて、まあ、実装できたのは、まあ、BF5 も延期されましたが、発売が延期されましたが、さらにずれ込んで、発売から4ヶ月後のことだったんですね、バトラーがね、まあ、実装できたのは。まあ、4ヶ月ねって感じになりますし、で、しかもバトラー実装するのが遅れましたってのも、まあ、しょうがないっていうのはしょうがないかもしれないですけど、まあ、そのユーザーインターフェースみたいな、まあ、UI、画面ですね、要はそういう、なんていうんですかね、アイテムを拾うとか、まあ、そういうこともですね、すげえやりにくい。まあ、何が、どの武器が強いのかも、あんま全然わかんない。しかも、どの、なんていうのかな、どうやって拾えばいいのか、何がどうなってなんかもう分かりにくいこと、このように使いにくいしかもってな話になって、まあ、結果ですね、BO4 以上に、まあ、BF5 のバトロワ、ファイアストームっていうものは定着しなかったという、まあ、そんな感じで、まあ、BF に関して言えば、まあ、こういうバトロワブームに乗れなかったっていう、まあ、そういう失敗もありましたし、まあ、普通のオンラインマルチに関しても、まあ、なんていうんですかね、そんな真新しい要素というかね、まあ、真新しさ、新鮮さみたいなのはなかったんですね。まあ、うん、で、まあ、なんていうの、言ってしまえば、BF3 とかの頃と何が違うのって、まあ、そんな感じでどうなのっていう風になりましたし、まあ、競技路線で行くのかと思いきや、まあ、5対5の、ね、ゲームモードは結局開発されなかったりとか、まあ、レンタルサーバーもすげえグダグダになったし、まあ、そもそもマップもね、有利不利がありすぎて、まあ、これはいつものことなんで、まあ、いいんですけど、まあ、全てがグダグダだったっていうね、もうグダグダだよってね、もうどうすんのみたいな。もう結局なんていうんですかね、マニアックで、もうなんか制作の人たちが開発したようにやってるのはまあわかるけど、なんていうんですかね、どこに向かっているのか、BF という作品が。まあ、それはいまいちよくわからないというか、なんともうんってなるっていう、まあ、そんな感じで、まあ、グダグダでどうなのってなって、他の、まあ、Apex とか出てから Apex やるかってなっちゃう。みんなね、まあ、そんな感じになってるのかなというふうに思います。で、そしてですね、まあ、そういういろんな話ありますが、そして最後に言えるのがですね、まあ、言ってしまえばこれを言うと元も子もないんですけど、3作連続で滑ったからなんですよね、結局。レス移退した理由っていうのは、もう結局、まあ、この理由だけでも説明できるんですが、3作連続で滑ったからって言います、そういう話で。まあ、今まではね、ここの、まあ、ここまでは BF5 とかね、BF1 は不発だったよねっていう、まあ、そういう話を、まあ、ちょいちょいしてますし、まあ、BF1 はそんなに、まあ、うん、地味売れみたいな、まあ、そんな感じだったかなというふうに思いますが、まあ、じゃ逆に、まあ、いつから不発だったのっていう、まあ、そういう話を考えていくと、ハードラインぐらいから不発だったんですよっていう、まあ、そういう話なんですね。ハードラインはね、結構滑りで、まあ、BF1 より滑りだったんですが、まあ、それさておき、じゃあ、ハードライン発売されたのっていつなのって、まあ、そういう話になると、今から5年前の2015年なんですね。まあ、5年前ですよ。まあ、5年前っていうのが、つい最近というふうに思うか、まあ、だいぶ前と思うか、まあ、それに人によると思うんですが、まあ、当時15歳だったキッズ、まあ、中学校3年生、高校1年生だったキッズもですね、もう今や20歳ですよ。もう立派な大人ですよ。まあ、立派かどうかはさておき、大人ですよ、一応。もう15歳の時はですね、家で黙々とゲームしてたかもしれないですけど、もう今となってはですね、まあ、いろんな人生あるんで何とも言えないですが、もう大学生になってですね、もう全然ゲームとかしない、もうサークル活動と毎日飲み会みたいなね、飲みすぎには気をつけろと思いますが、まあ、そんな感じになってる可能性すらあるという、まあ、そんなもんで、なんていうんですかね、もうゲームの寿命っていうのは、もう特に追ってるゲームの世界っていうのは、その、なんていうのかな、もっと移り変わりが激しいので、
まあ5年も前の作品とか、まあ BF4 ですよね、ある意味。まあ7年なんですけど、 BF4 で言うと、まあそういう、まあなんていうんですかね、昔のブームで、まあ今も続くっていうのはありえんっていう、まあそういう話で、まあだから BF も新しいヒット作を出す必要があるっていう、まあそういう話になるんですが、だがしかし新しいヒット作を出す必要があるのに3作連続で滑ったよね君っていう、まあそういう話で、まあ結果的に衰退したっていう、まあそんなもんで、まあもちろんね、今でもやってる人はいますが、まあ対極的に見ればね、まあ多くのユーザーに見限られ、まあ忘れられてしまったという、まあそういう悲しい現実があるという、まあそういうことですね。まあ悲しいっすよね、やっぱりね。なんか BF、まああんまりこの話知らない人もいると思うんですが、まあもともと僕 BF 実況者だったんですよね。まあ、そこで、ね、BF4 で、まあゲーム実況を始めて、で BF4 で、まあある程度頑張って、でそれで BF のハードラインとか、まあ COD とか、まあやって、ディスティニーとかやって、っていう、まあそんな感じなんで、まあ BF、まあある程度思い入れもあるんですけど、だがしかしですね、BF の動画なんて出しても、もうなかなかね、まあ生活できないね、みたいな、まあそんな感じでね、まあオンってなるっていう、難しいねってなってですね、大変厳しいという、まあ何やと思われ、まあそんな感じなんですが、まあ APEX の次は一応ね、まあなんか BF 出るみたいな、まあそういう話なんで、まあ次の BF がね、現代戦でね、まあかつ、こうメガヒットになってくれることを期待しつつ、この動画もね、終わりたいなというふうに思います。はい、というわけでね、今回の動画はね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、まあ何やと思われ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。